読売中高生新聞プレゼンツ実力エコメンリスナー事件簿。この時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し、鬼デスクののりさんと新人記者の私菅優香が聞き込み取材をしていきます。さあ、ゆかのすけさん、今日もおうちレコメンでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、紹介した事件はですね、厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本誌に記事として掲載されるかもしれません。さらにネタを紹介された方には、漏れなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします。はい、それではゆかのすけさん、メール紹介をよろしく。はい、今週は東京都ラジオネーム道端のタンポポさんからの情報です。のりさん、菅井ちゃん、聞いてください。はい、僕は今年高校2年生になったのですが、先日リモートでのクラスの初顔合わせがありました。その時の自己紹介で大事件が起きてしまいました。この先の1年間変な目で見られないか不安です。まあ、もうレコメンリスナーってだけで変な目で見られてるからね、しょうがないなってありますけど。さあ、じゃあ、ね、せっかくだから、じゃあ道端のタンポポを呼んでみましょうか。話を聞かせてくれ。もしもし。こんばんは。さあ、道端のタンポポはもうね、僕はレコメンにもよくメールくれるし、ツイッターでもね、ノリの小ボケをね、もうやめるっつってんだけど継承してくれてる。あ、そうなんですね。やべえやつなんですけどもさあ、何があったんだろうね。教えて。あの、クラスの初顔合わせ自己紹介したんですけど、そこでのりさんの、あの、肘曲がりますっていう一発ギャグと、あと、あの、膝ハットの一発ギャグやったら、やったんだ。はい、やったら画面がフリーズしちゃってそれも俺のギャグが面白い面白くないじゃなくない？で、何とも言えない気持ちになってすごいね。はい、いや、で、な、感覚的には受けてたのどっち？いや、もう手応えはバッチリでした。なんで、ゆかのすけさん、どう、あと初顔合わせでしょ、うん、いや、今大変ですね、リモートで顔合わせって、なんか普段よりちょっと緊張しちゃいそうだけど、ね、その中でやった勇気に乾杯ですよ。いや、本当ですよ。リモートで勝負かけたね。リモートだからか、むしろ、うん、はい、もうやるしかないなと思って。だけどさ、今の手応えバッチリですって言われにはテンション低いよね。どうなの、その反響は。うん、いや、あのクラスラインの、あの背景にその僕がギャグやったフリーズした画面の写真が使われてて、すごい、それは恥ずかしいね。ちょっと、いや、逆にちょっと目立ってよかったんじゃない？あの一発ギャグやってフリーズした人だよねみたいな。バッチリじゃないですか。うん、よかったんじゃない？これはこれで、うん、あ、まあ、あのクラスの役に立つなら、はい、いや、役には立ってない。立ってない。これっぽっちも立ってないけど、まさかね、ただ、あの、印象付けすることが大事じゃないね、ゆかのすけさん。いや、そうですよ。やっぱりのりさんのおかげですね。いや、本当に、もう今度使ったら朝日企画から文句が聞くからな。いや、絶対俺のギャグなんて滑るって、ゆかのすけさんの舞台でもね、とんでもない空気流れたじゃないですか、はい、あれね。そうです、アドリブのとこでちょっと、あれ以来ゲストさんがやって、もう人が滑るの見たくない。なんで俺も滑る限定なんだ。いや、滑ってないですよ。滑ってないですけど、ね、やっぱじゃあのりさんの、あの、弟子として、じゃあのりさんからアドバイスありますか？やった後に笑ってごまかした方がいいね。なんかこう、どうですか感、一発ギャグやった時にどうですか感なんていらない。で、なんつって、なんちゃってぐらいの感じで逃げた。なんで俺が弟子と取らなきゃいけない。弟子なんか取ってねえよ。ねえ、二度とやらなくてくださいよ、本当に。ちなみに次何やるつもりでいいの？次は、あの、趣味の紹介で、あの、空手の動作をして卓球ですっていう。ああ、それはいけるぞ。それはもういけるぞ。わかりました。もう受けてるぞみんな。よし、それでまたメール待ってっから。はい。よし、じゃあこれからもよろしくね。はい、よろしくね。はい、頑張り気、今日はなしです。じゃあお願いします。はい。じゃあ道端のタンポポ、これからものりさんの弟子として頑張り気。ありがとうございます。なんだそれ。弟子じゃねえから。じゃあこれからもよろしくね。はい、失礼します。はい、よろしくね。いや、ちょ、菅井さん、焚きつけないでよ、本当に。でもバッチリでしたね。ただね、自己紹介のやつはいけると思うわ。これ、あのね、趣味のやつは楽しみだわ。楽しみです、はい。このコーナーではリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件を募集中。受付メールアドレスはレコ@joqr.net です。件名のところに事件簿と書いて送ってください。電話番号の記載も忘れなく。
さらに今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますので、そちらもチェックしてください。